こんにちは。乗り越えネット共同代表の前田です。今回は、反レイシズム市民講座基礎講座 D の事件裁判に見るヘイトとして、その第5回目、1997年の人種差別撤廃委員会についてご覧いただきます。今回は、いつもと違って日本の出来事ではなくて、人種差別撤廃委員会におけるノルウェー政府の報告書の審査になります。突然話が飛ぶように思うかもしれませんが、ヘイトクライム、ヘイトスピーチについて理解していただくために、私が勉強している段階で最初に詳しく知ったのがノルウェーでした。そこを少しご紹介します。国連人権機関に情報提供をするというのは、日本では一番最初は、精神病院における人権問題とか、日本の警察の代用監獄における人権問題、そして日本軍慰安婦問題、こういう問題が国連の人権機関に、報告されてました。それに続いて私たちは在日朝鮮人に対する差別の問題など、いろんな問題を持っていくようになったわけですが、一つは国連の人権委員会や人権小委員会、あるいは国際自由権委員会、あるいは子どもの権利委員会、こういう委員会に様々な情報を提供して、日本でこんな人権侵害が起きてます、というのをやっていたわけです。で、その機関の状況、もう一度図でご確認いただきますが、1994年当時の国連の人権機関で、国連の経済社会理事会に人権委員会と人権小委員会がありました。2006年から国連改革で組織が変わったので、今はこれは存在しないんですが、違う形になってますけれども、当時はこういう形でした。で、それと並行してですね、条約に基づく人権機関がありました。1965年の人種差別撤廃条約に基づいて、人種差別撤廃委員会が作られている。66年の国際人権規約に基づいて、国際自由権委員会や社会権委員会が作られる。79年の女性差別撤廃条約に基づいて、女性差別撤廃委員会。84年の拷問禁止条約に基づいて、拷問禁止委員会。89年の子どもの権利委員会、権利条約に基づいて子どもの権利委員会。当時はこういう委員会がありました。今もっと増えてますけれども、当時はこういう委員会です。私もこれらの委員会に行けるときには行くようにするようになります。その中で、人種差別撤廃委員会ですが、一番古い条約、一番古い委員会ということになります。1965年に作られました。で、第1条で人種差別の定義とかですね、第2条で差別の是正措置とか、第3条アパルトヘイトの防止、第4条ヘイトスピーチの処罰等々のことが書かれています。これらの詳しいことはまた別の機会にもっと詳しく、各1条ずつ順番に取り上げて詳しくご紹介しますけれども、今日のところは、タイトルだけでご覧ください。一番下に委員会への報告義務と審査勧告と書いてあります。条約を批准した国が、条約をこういうふうに守ってますという報告書を出します。委員会で審査を行って、ここを改善したらどうですかという勧告を出します。政府と委員会の対話の場になりますが、そこに私たち民間人も参加することができて、ロビー活動ができます。それを NGO、ノンガバメンタルオーガニゼーションと称しているわけです。で、日本について言うと、条約は1965年ですが、30年後に人種差別撤廃条約を批准しました。いわゆる先進国で一番最後になります。委員会に行った時に日本政府は真っ先になんで30年もかかったんですかと質問されて答えることができませんでした。そもそも95年に批准したのはその直前にアメリカが批准したので日本も慌てて批准したというふうに笑われたぐらいの話です。それ以前人種差別撤廃条約について日本政府は前向きな姿勢を示したことがなかったんですが、
まあ、95年にともかく批准をしました。そして、これまで4回の報告書を出して審査を受けています。それが2001年から、10年、14年、18年になります。私、この4回全部、ロビー活動に参加して傍聴してますので、また別の機会にここは詳しくご紹介することにします。で、今日はここの話ではなくて、1997年のことになります。これが国連の欧州本部で、人種差別撤廃委員会は今はパレ・ウィルソンという建物で審議されてますが、当時はパレ・デ・ナシオンというこの写真の建物、こちらで審議が行われていました。かつての国際連盟だった建物です。で、ここで97年の8月に第51回忌というのが開かれるということで、今後日本が報告書を出すので、どんな風になってるんだろうと、私も知らなかったので、人種差別撤廃委員会では何をやってるのかを知るために、97年8月に初めて傍聴に行きました。で、国連欧州本部の第17番の会議室というところなんですが、この時にはノルウェー、スウェーデン、デンマーク、その他の国々の報告の審査が行われました。私がちゃんと聞いたのはノルウェー、スウェーデン、デンマークだけです。で、今日はノルウェーを中心にご紹介をすることになります。ノルウェーの報告書がこれです。一番上に CERD とあるのが人種差別撤廃委員会の略称 SARD というものです。で、国連マークがあって、人種差別撤廃委員会と書いてあります。太い黒線の下に、報告書のタイトルがあって、真ん中にノルウェーと書いてあり、目次が、並んでいます。ノルウェー審査の様子ですが、最初に、レチェトフ委員という委員が、ノルウェー報告書についてのコメントを していました。その後、ノルウェー政府が説明、釈明をいろいろやっていました。その後、いろんな委員による質疑応答がなされます。で、ノルウェー審査の一番多くの時間を使ったのは、サーミ人差別に関する問題でした。ラップランド、ノルウェーの北の方に暮らしているサーミ人が、これ、スウェーデンやフィンランドもそうですが、差別的な扱いを受けているということで、これ今でもノルウェーの報告書審査となるとサーミ人の話、それから難民の扱いのことが多く取り上げられます。そういう中でヘイトスピーチに関する質疑も行われていました。で、そこに出てきたヘイトスピーチ関連、ヘイトクライム、ヘイトスピーチ関連ですが、刑法292条の改正で人種主義動機の刑罰を加重しました。とノルウェーは説明をしてました。ただヘイトクライムの捜査というのは困難があってなかなかうまくいきませんということも言っていて、そのために当時97年当時告発の件数とか捜査の件数が減ってますということを言っていました。で、警察庁の外国人事務所による捜査をやっていて、オスロの専門の担当官を育成してるけども十分じゃないということも言ってました。検察庁からは訴追の実務調査指令、なんでヘイトクライムをきちんと処理できないのか、警察検察の事件処理がうまくいってないので調査しろという段階だということを言ってました。で、具体的な事案をご紹介します。これは94年のノルウェー最高裁判決です。29歳の男性が、パキスタン人店舗のガラスを割って壁に KKK、パキスと落書きをしたと。KKK というのはクークラックスクランというアメリカの白人至上主義団体、黒人差別をする団体です。で、KKK といえば、世界で最も有名な人種差別団体の一つと考えてください。で、ここの名前を書くこと自体が威嚇になるということですね。さらにその KKK がよくやるのが、黒人を襲撃する際に、木製の十字架に火をつける。クロスバーニングというんですが、十字架を燃やすというのは、
アメリカの文脈では黒人差別、黒人襲撃の予告になります。で、それをノルウェーで真似た。しかも相手は黒人ではなくパキスタン人に対して、要するにお前はよそ者だ、出て行け、という形で、攻撃をしたというものです。この事件は60日の拘禁刑の判決が確定をしています。96年のオスロの地裁で審理されていた事案が報告されてました。小さな政党、小さいけれども公式に登録された政党だそうですが、この党首が被告人とされました。理由は党の綱領が人種差別的な、助長するようなものだったというものです。これはまだ、審理中で判決が出てませんでしたが、それを報告する際にノルウェー政府は、いや、検察庁は人種主義と戦うんだと言っていたのがとても印象的だったので、私がメモしていた言葉です。最高裁の判決で24歳の兵士、これはレストランかどこかですが、そこにいた、黒人の客に難癖をつけてですね、言い合いになったか何かで、その中で相手の突き飛ばして、頭を壁にぶつけた。その時に、You fucking Negro、俺たちの仕事を取りやがって、と叫んでいたというものです。つまり、黒人やその他の移住者、難民に対して、職業訓練をしたり、職業斡旋をしたりする。で、それが気に入らない。俺たち白人の仕事がなくなる。という、被害者意識を持って、こういう犯行をしたということで、これが18日の拘禁刑になっています。次に18歳の男性2人ですが、移住者用アパートの窓を銃撃したというもので、窓が割れただけの事件ですけれども、場所が移住者用アパートであると。で、この男性2人はそれを知っていて銃撃をしたので、人種主義動機の威嚇で実刑判決になっています。ちょっと刑罰の中身をメモしてなかったので、わかりませんが、実刑になっています。19歳の男性が難民居住住宅の外で十字架を燃やした。先ほどの KKK と一緒です。で、ホワイトパワーと叫んでいたということで、このホワイトパワーというのはまさに白人至上主義、有色人種に対する差別の言説、レイシズムの代表格ですので、120日の拘禁刑になったというものです。こういう形でノルウェーの判決がいろいろ紹介されてましたが、委員たちは、不十分だ。なんでもっとちゃんと捜査しないのかとかですね。なんでこんなに刑罰が軽いのかとかですね。事例の報告は分かったけれども、統計はないのか。ちゃんとした統計を作ってないのはなぜかとかですね。次々とノルウェー政府に対して質問をしていました。同じことはスウェーデンやデンマークについても行われてたので、90年代半ばというのはまだそういう時期だったということだろうと思います。これ後でまた触れます。スウェーデンの方は1ページだけで終わりますけれども、スウェーデン政府としては憲法に平等規定があって、内外人平等できちんとやってますということを言ってました。それと、表現の自由基本法という法律があって、事前の検閲はできないけれども、ヘイトスピーチについてはきちんと刑事規制して処罰してますと。北欧諸国は当時すでにどこもヘイトスピーチ処罰規定持ってましたので、その通りちゃんとやってますということを言ってました。でヘイトスピーチの中に、鍵十字のシンボルの使用。これナチスドイツの鍵十字のマークですね。これを屋外で公然と持って歩く。これ自体が犯罪になります。これはスウェーデンだけじゃなくて、そういう国はいくつもあるんですが、そういうところを報告してました。ただ、スウェーデン報告書はあまり個別の具体的な事例は言ってなかったかなという印象でした。他方、デンマークですが、この時のデンマークの審査では、ボスニア難民の処遇が一番大きな問題になってましたけど、そのために人種差別プロパガンダが増えていて、刑罰加重の改正をしたと。つまりヘイトクライムの刑罰を重たくしたということをデンマークが
報告してました。つまりそれ以前から処罰してたけれども、刑罰をさらに重たくしたということです。で、具体的な事例としては、ユダヤ人侮辱チラシに有罪判決が出たという事案、それからパキスタン人を侮辱するステッカー、これは自分の車、自動車にステッカーを貼って、そこにパキスタン人に対する悪口がいろいろ書いてあった、そういうケースがやっぱり立件されています。さらにユダヤ人差別の落書き、こういう事件で全て有罪判決が出ていると。つまりヘイトクライム、ヘイトスピーチでちゃんと証拠が揃ったものは有罪判決が出てますよということをデンマーク政府は報告してました。で、委員会の委員たちは矢継ぎ早に、いろんな指摘をするんですが、どの委員もヘイト事件の捜査が不十分だということを言ってました。これ多分当時一番よくやってたのがノルウェーやスウェーデンじゃないかと私は勝手に思ってますけれども、委員から見ればそれでも不十分だねということで指摘をしていました。そして特に統計がない、警察統計あるいは検察統計あるいは有罪判決の全国の統計、そういうものがない、これはなぜかということで質問をしていました。で、当時実は世界中見渡してもヘイト事件の統計をきちんと取っている国は一つもなかったんですね。実は1990年にアメリカでヘイトクライム統計法という法律が作られて、この法律で FBI が全米の犯罪統計を取るということが決まっています。しかし、当時から現在まで全米の犯罪統計は取られてません。法律はありますけれども、拒否する州がたくさんあるので、実は全米の統計は未だにないんですね。ましてそういう法律のなかった国々では、個別の情報はあるけれども、統計は存在しなかったということです。今は、北欧、西欧諸国はそういう統計を揃える努力をずっと続けています。ちなみに日本にはその種の統計は一切ありません。で、次に、ヘイトスピーチの刑事規制が不十分ということを指摘してました。委員たちは次々とヘイトスピーチを処罰しなさい、きちんと裁判しなさいということを、言うんですが、私自身がヘイトスピーチは犯罪じゃないよなと当時思ってましたので、なんかすごいこと言ってるなとか思いながら聞いていたのを思い出します。というか、私は最初は聞き間違いだと思ってました。ヘイトクライムを処罰しろ。それはそうだよな。その通り処罰しろ。ヘイトスピーチを処罰しろとどの委員も言ってるんですね。私は最初、私の、聞き間違いだと思って、何を言ってるんだろうと思いながら聞いてましたが、何度聞いても聞き間違いじゃない。ずっと言ってるんですね。だから遡ってみれば、人種差別撤廃条約4条に処罰しろと書いてあるわけですから、その通り、議論が行われていたということです。それから、ヘイトクライム事案についての刑罰過重が不十分。重くしてます、重くしてますと言うけれども、まだまだ不十分だというのが委員の認識で、ノルウェーやスウェーデンに対して勧告も出していたという形になります。最後にこれは私自身の感想ですが、当時、これ1997年当時ですが、私はヘイトクライムは深刻で、重たく処罰すべきだと考えていましたが、ヘイトスピーチは処罰できないと考えていました。今と違って当時は、そういうふうに思っていました。で、それは日本では、表現の自由だという圧倒的な議論で、私も日本で、憲法、法律を勉強しましたので、当時のどの憲法の教科書を学ぼうとですね、普通に勉強すれば表現の自由なので、差別的表現やヘイトスピーチは処罰できない。処罰するのは極めて困難である。ごくごく例外的である。そういうふうに考えるのが日本の当たり前の法律家だと私も、信じていましたので、委員たちは何言ってるんだろうと、当初は聞き間違いかと思い、後には、私の誤解かなと思い、最後には、そういうふうにちゃんと言ってるんだ、でも考えが違うような、と思っていました。
つまり当時の私は、言葉の正確な意味、法的な意味を理解していなかったということです。でそれはやはり日本的な表現の自由の、絶対性、これにとらわれていたということです。また、朝鮮人の被害が大変で、一生懸命取り組んでいた、取り組んでるつもりでいたし、マジョリティの特権に気づいている。少なくとも私は当時すでに植民地主義やレイシズムの問題性に気づいて、それゆえにこういう事件が起きているのだから、社会を変えなきゃいけないし、きちんとしなきゃいけない。国連に訴えなきゃいけないというふうに考えていたわけですが、気づいているつもりでいただけだった。それなりに努力してたつもりだけれども、実は十分考えていなかったんだろうなと。この部分は今になっての後追いの感想も含めて、当時も薄々気づいてはいて、何とかしなきゃいけないと思いつつ、何とかしよう、これを変えなきゃいけないと考え直すのに10年以上かかりましたので、やっぱり最初に学んだ表現の自由のこの重しっていうのは非常に重たかった、強かったということを痛感しています。以上のような形で、人種差別撤廃委員会でヘイトクライム、ヘイトスピーチを学び、とりわけヘイトクライムについては日本に持ち帰って議論を始めたのがこの1997年だったということになります。その後、日本でヘイトクライムという言葉を使ったりですね、ヘイトスピーチという言葉を使ったりするように徐々になっていくことになりました。その日本で私自身がヘイトクライムという言葉を使うようになったのは翌年の1998年からです。それは次回ということにして、今回は以上でおしまいにします。